上げていこうぜ。行くぜ。Thank you.
Thank you.
Thank you.
出てるんだ。任せてくれ。やっ、迎撃完了。みんな先に進もう。さあ始めましょうか。任せて。やっ、私の番そこです。任せて。行くぞ。やっ、みんな大丈夫か。
任せてきて。迎撃完了。みんな先に進もう。Thank you.
Thank you.
動終了。全員無事だな。データ収集。おっしゃ。100年早いっつの。行くぞ。エデア。その程度じゃ俺たちは止められない。
青の大樹。あそこにキーヤと全ての真実が待っている。準備はいいか。している強襲揚陸艦ですか。ああ、俺がいた頃から強襲揚陸艦を運用するっていう話は出ていたが、まさかもうあそこまで使いこなしてるのか。今回の計画のため黒石家が資金を出したのかもしれないわね。どうやら結社の技術も使われているみたいだけど、アッパス、振り切れそうかい。なんとかしてみよう。ま、でかい上にごつそうだし、速度じゃ負けないんじゃね。てくれたね。右舷前方に回り込まれた。アッパス、対衝撃フィールド。了解だ。総員、しゃがんで衝撃に備えるがいい。よし、機首前面に対衝撃フィールドを集中。機雷原を強行突破しつつ、そのまま対峙へ向かうよ。了解だ。やりやがるな。アンカーで捕まえて白兵船に持ち込んでやるつもりだったが。我らもまだ空中戦の練度は不足しているということだろう。まあ、あとはシグムント様たちに任せておけばいい。お嬢と副団長が羨ましいぜ。あんなすごそうな場所で存分にやりやるんだからな。ここは本当にあの大樹の中。確かにでかい木だったが、ここまでじゃねえだろう。空間そのものが
歪んでしまっている。見つけて、私を見つけて。あったのとはまた別の体重。無数の光が木に吸い込まれていますね。なんつうか動力ネットの概念イメージみたいだな。それにしてもシャッターチャンスばかりだわ。ここより先は重力の歪みが発生しているためメルカバを進められないようだ。徒歩で行くより道はなかろう。やれやれ面倒だね。まあ外にだったらメルカバで離脱もできそうだ。いざとなったら大樹の外に出ることもできると思うよ。そうか、わかった。いずれにせよ探索班と待機班を決める必要があるだろう。悠長に眺めている余裕はない。すぐに動くぞ、バニムス。はい。あの大樹のどこかにキーアがいるはずだ。絶対に何としても見つけ出してみせる。私そこで、こんなところかしら。
団との戦闘を開始。俺の番だ。行きます。そこです。はい、そこです。迎撃完了。先に行きましょう。やった。
しゃ、たたみかけるぞ。うっしゃ、いい感じだぜ。やるじゃない。ここで蹴りをつける。それ立てた。やる。行きます。そこで任せ。パン。行くぞ。スカッ。おっしゃ。パン。はい。パン。迎撃完了。先に行きましょう。よし、上げていこうぜ。パン。任せてくれ。スタッ。おっしゃ。はい。任せて。はい。任せろ。はい。俺の番だな。エイデア。よし、もう大丈夫だ。畳みかけるぞ。行くぞ。ステア。悪いな、先に行かせてもらうよ。えい、ステア。やっと。とっとと終わらせるぞ。やっ。
行くぜ。行くぜ。俺の番だ。俺も全。ハッ、
やった。ここは
バリアみてえなのに覆われちまっているが、おそらく何らかの結界だと思いますが、中央のはともかく左右のものは何なのかしら。それらは領域に通じています。ベル、ベルなの？エリー、もちろんですわ。ようこそ青の大樹へ。あなた方に来てもらってキーヤさんも喜んでいるでしょう。いい？むしろ悲しんでいるのかしら。ベル、あなた、あなたたちの意図はともかく、何が何でも俺たちを阻むつもりではなさそうですね。ええ、この神域はキーヤさんの内面そのもの。あなた方に来てほしいし来てほしくないという心の表れもそのまま反映されています。それが徘徊する守護者という形で現れているというわけですもん。そんな仕組みが。精神的な内面だけでこれだけの空間を構築したのか。ですが最後の宴です。より楽しんでいただけるよう別会場を用意させてもらいました。それがそれらの門ですわ。別会場？おいおい、もったいぶるのはやめてくれねえか。簡単なことですわ。この神域がキーヤさんの内面を反映しているように、それらの門には他の方々の内面を反映した領域へとつながっています。他の方々？もしかして。エニシのある者がいれば別会場に入ることも叶いましょう。では案内はこれにて。本会場にてお待ちしていますわ。あなた方が無事生きてたどり着けたらですけど。ベル、さすがに戯れが過ぎるな。だが中央の門はともかく左右の門に入ることはできそうだ。問題は誰がその先にいるかですか。まあとりあえず試してみようぜ。どうやら関係のあるやつがいねえと中には入れないみてえだし。そうだね。はい。ダメか。どうやら攻撃しても壊せるものじゃなさそうだ。せめて誰が中にいるかだけでも分かったら。俺は、俺の力は最強なんだ。ああそうだ、あの野郎よりもな。どうして僕みたいな半端者にこだわるんだか。ワジ、どいてくれロイド。どうやら彼は僕との決着をお望みらしい。わかった。障壁が消えた。これで領域って場所に行けるってわけか。ああ、だが今度ばかりはお遊びじゃ済まないだろう。万全の体制で臨むとしようか。はい。
領域、一面の荒野。こいつはまたヤッコさんらしい場所だな。あれは何らかの負のエネルギーのようですが。やれやれ、ちょっとばかり彼を侮りすぎていたみたいだ。まさかただ人の身でここまで化けるとはね。わじ、行こう。この先にバルドが待っている。今度こそ全身全霊をかけて叩きのめしてやらないとね。